listening to 76.1 FM HOSA。 家づくりで悩FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。時刻は8時を回りました。12月16日水曜日、担当の田辺幸です。マイオアシスの時間です。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから生放送でお送りします。いやー、まだまだね、12月なのにあったかい日が続いているんですが、今日は暗いですね。この暗さを見ると、ちょっとやっぱり年末感が感じられますね。太陽の暗さ、やっぱ朝なかなか日が明けない、夜が明けないっていうところはね、ああ年末だなという感じがするんですけども、気温の方はまだまだ暖かいんですが、今日とか明日ぐらいからちょっと冷えてくるみたいですね。今日の最高気温は17度の予想になっておりますね。明日もちょっと今日よりも寒くなるようです。とはいえまだ暖かいので、私はまだなんか師走という感じで焦る感じがしないので、ちょっとゆったりしているんですけども、でもね、数えたら、さっき数えましたらね、今年あと16日なんですよね。今日12月16日ですけど、16日、今日入れてあと16日。もうそんなですか。ね、もう年内にこれはやっておこうみたいなことをね、頭の中にある方も多いと思うんですけども、ちょっとね、あと16日となってくると、もうあれこれ言ってられないかなと。私欲張りな方なので、あれもこれもやろうかなって思うんですけども、もうちょっと絞っていこうかな、という感じですね。時期に来てますね。皆さんも、今年にこれだけはやっておこうと決めていることなんかありましたら、今日ぜひ送ってください。メールアドレスは 761@fmkoza.jp。761@fmkoza.jp です。またメッセージやリクエストは FM コザのホームページから簡単に送ることができます。そして、ホームページ見ていただきますと、ユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しているのも簡単に見ることができます。そちらもぜひ見てみてください。それでは今日も8時から10時までの2時間生放送、元気に楽しくお送りしていきますので、皆様ぜひ最後までお付き合いください。
時刻は8時9分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM コザのスタジオから私田辺由紀がお送りしておりますマイオアシス。この時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えします。まずはお天気から。12月16日、今日の本島中南部は曇り時々雨、北の風やや強く、後強く、曇り、昼過ぎから時々雨。波は3メートル、後4メートルでしょう。今日の雨の降る確率は、午前中 40%、午後から夜にかけては 50% の予想です。今日の那覇の日中の最高気温は19度になるでしょう。沖縄本島地方の沿岸の海域では波が高く、今日はしける見込みです。そして陸上、海上とも強風や高波に注意してください。沖縄地方は気圧の谷の影響で曇っており、ところどころで弱い雨が降っています。以上、お天気情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道。現在、那覇インターチェンジ付近の上り車線に故障車が止まっています。那覇インターチェンジ付近の上り車線に故障車が止まっています。前方に注意して走行してください。続いて一般道をお伝えします。北中城村戸口交差点付近渋滞しています。戸口交差点から石田交差点向き渋滞しています。そして、宜野湾市前原交差点付近渋滞しています。前原交差点から大蛇名交差点行き渋滞しています。そして、大蛇名交差、国道58号線大蛇名交差点付近渋滞しています。そして、浦添市牧港からぐすくま交差点の間、両方向で渋滞しています。ちょっとね、雨も降り出してきたので、渋滞これからまたひどくなるかもしれませんので、ちょっと今日は早めにお出かけになった方がいいかもしれないですね。今日も一日安全運転でお過ごしください。FM 小座から見えるお天気ですが、どんどん暗くなってきましたね。私が来る時も、そうか、暗くて、で、ちょっと雨がちらほらしていたんですけども、一旦ちょっと明るくなったりしたんですが、また今、暗くなってきて、今、外歩いている方は傘さされてますね。はい。道路の方は330号線は、南向きが、車の量が多いですね。流れてはいますが、ちょっとノロノロしてますね。はい。来るときも、南向き、那覇行きがやっぱり混んでましたね。はい。ちょっと今日は渋滞気味です。皆さん安全運転心がけてください。この後の、道路交通情報は9時15分頃お伝えします。それではここで、全国のお天気です。ツイキャスの皆さんおはようございます。あららがまさいがーさんおはようございます。ちゃんおかさんおはようございます。ゆきさん皆さんおはようございます。今朝の名古屋は曇り空。いつ降り出してもおかしくないどんよりした空模様です。あ、今日は、名古屋と同じですね。はい、こちらもそんな感じです。あららがまさいがーさん、那覇は雨です。PM2.5 に気をつけましょう。あ、そうですね、今日の正午ぐらいまで PM2.5 がかなり、値が高いっていう予報が出てましたね。あまり外で、激しい運動とかしない方がいいということですよ。はい、皆さん気をつけましょう。NUJ さん、おはようさんです。今日の横浜は晴れ。暖かく予想最高気温は18度ですね。お、横浜と今日は変わらないですね、沖縄ね。今日19度です。最高気温ね、こっちも。そっか、じゃあ全国的に今日は似たような天気ですかね。あ、違うわ。横浜晴れなんですよね。まとめようとした今。はいはい。気温は似たような感じになるということですね。はい。皆さん、
情報ありがとうございました。このコーナーはこの今自分がいる場所の天気ピンポイントでとか、あと主観的な体感気温とかでもいいので、ぜひ送ってください。ツイキャスから気軽に送っていただいてもいいですし、メールもお待ちしております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。今日のテーマは年内にこれだけはやっておきたいことです。ぜひね、ここで宣言したらまたこのやる気も出ると思いますのでね、皆さん送ってみてください。それではここでみんなで元気に内縄口ラジオ体操の時間やいびんど。Come on. My office. それではここでお聞きください。
沼に。マイアース。時刻は8時22分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面から。島尻氏辺野古リンク論、政府の従来見解から逸脱。島尻沖縄担当省が15日の閣議後会見で、名護市辺野古の新基地建設をめぐって政府と対立する翁長知事の政治姿勢が来年度の沖縄振興予算に影響する可能性を示唆しました。島尻氏は予算確保に全く影響がないというものではないと私自身が感じていると述べました。発言は沖縄の基地問題と振興との関連性を事実上認める見解であり、リンクしないとしてきたこれまでの政府見解とも異なります。県選出の沖縄担当省による発言に、島尻氏の閣僚としての資質を問う声が噴出しそうです。次に琉球新報総合面からお伝えします。出前持ち帰り 8%、 軽減税率宅配新聞も対象。自民公明両党は15日、与党税制協議会を開き、2017年4月の消費税増税時に始める軽減税率制度の具体策で合意しました。酒類と外食を除く飲食料全般や、宅配の新聞を対象とし、除外される外食との線引きでは、飲食店の出前や持ち帰りなどの税率を 8% に、8% に据え置くと決めました。おもちゃのついた菓子なども、飲食料品主体なら 8% としますが、1万円をめどに価格の上限を設けます。次に琉球新報市町村面からお伝えします。千葉な花織店で幸喜さん講演、沖縄市特色などを紹介。千葉な花織事業協同組合主催の第6回千葉な花織店が3日沖縄市のコザ信用金庫本店で開かれました。5日には布に秘められた作り手の思いを演題に、千葉な花織の研究調査に携わった幸喜さんが講演しました。幸喜さんは千葉な花織の着物のスライドを用いて紹介、生地の画像を拡大し縫い目や染色を解説しながら、戦前戦後を経て受け継がれてきた千葉な花織の特色を説明しました。会場には千葉な花織の着物や生地をあしらった作品が並び、多くの人が訪れました。次に沖縄タイムス地域面からお伝えします。被災者と芋煮で交流、沖縄市で東北の秋楽しむ。東日本大震災や福島原発事故で県内に避難している東北地方の住民と地域の人々が集う第1回コザ芋煮会が11月29日、八重島公園でありました。その年の収穫に感謝して家族や友人と河川敷で食べる東北の秋の風物詩である芋煮を囲んで交流を温めました。地域活性化に取り組むフルゲンさんら沖縄市内の有志が
東北からの避難者で作る沖縄ジャンガラ会などと共同企画、約190人が参加しました。宮城県からの避難者で芋煮を沖縄に広める会を主催する清水会長は、沖縄のビーチパーティーのようなもので東北の人にとって大切な交流の場と説明しました。次に沖縄タイムス地域面からお伝えします。白い悪魔の恐怖熱演、薬物乱用防止訴え。白い悪魔に負けるな、薬物依存症の実態を描いた一人芝居アディクション今日一日を生きる君が8、9の両日、沖縄市山内の沖縄女子学園と沖縄少年院で上演されました。俳優でモデルの内谷さんが、自身や弟が依存症になりどん底を味わった体験をもとに脚本を作り演じました。内谷さんはこれまで依存症の家族の会や学校など全国各地で160回以上演じてきましたが、少年院では初めてで、県内公演も初でした。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えしました。さて、この後はテーマトークです。今日のテーマは、年内にこれだけはやっておきたいことです。皆さん、メールどんどんお待ちしております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。それでは、チャンネルはそのままで。たくさん、たくさん。たくさん、時刻は8時31分を回りました。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります FM コザのスタジオから、私田辺由紀がお送りしております。それではこのコーナー、あ、今日は何の日今日は何の日
はい、今日は何の日？12月16日。今日は電話創業の日。電話がですね、東京、横浜、両市内の及び、両市内間で日本初の電話事業開始、1890年の今日、明治23年ですね。東京市内と横浜市内の間で日本初の電話事業が開始されました。加入電話は東京で155台、横浜44台で、女子が7人、夜間専門の男子2人の交換手が対応したということです。すごいですね。最初、そっか、まあ、200台ぐらいだと、9人で対応してたんですね。交換手が。すごい。始まりはそんなんだったんですね。それから、1032年、富士山噴火。それから、これがちょっとクレイジーなあれだなと思って、ボストン港に停泊していたイギリス船で開かれた茶会で、インディアンに変装した植民地人が東インド会社の茶箱342箱を海中に投げ捨てるボストン茶会事件がありました。1773年の今日ということです。何ですかねちょっと海にお茶箱を342箱投げ捨てたと。しかも変装してね。いろんな事件があるもんです。はい。そして、今日の、沖縄手帳から、12月16日は旧暦11月6日。今日の満潮時刻は午前10時39分と午後10時8分。干潮は午前4時と午後4時25分。今日の潮回りは中潮です。沖縄手帳から今日は何の日？食料配給民間移行、沖縄食料設立が1950年の今日。そして、渡嘉敷克夫さん、J フライ級世界チャンピオンになったのが1981年の今日。そして、外務省沖縄大使を設置。初代原島秀樹氏が、大使になったのが1996年の今日ということです。あのね、沖縄手帳いつもさらっとこの一行でね、書かれてますけど、すごいギュッと詰め込まれている内容なので、えっていう、よく読むとえっていうことが書かれてるんですよね。まずこの食料配給が民間に移行されたということですけども、あの沖縄戦の後収容所で食料が最初はね無料配給されていたということなんですが、金銭の取引禁止が解かれてから通貨が流通するようになると食料は有償で配給制になったと。その後米軍政府の予算削減政策と民間の活性化を図る意味で食料配給の仕事が民営化されたそうです。で、日本には食管法という法律がありまして、米の輸出が全面禁止されていました。沖縄では日本産の米を、なので食べることができなかったんですよね。輸出になりますからね。で、沖縄産の米はその時少ししか取れなかったので、もうどこからお米を輸入しようかということで、世界中探し回って、やっとご飯として食べて美味しいカリフォルニア米のジャポニカ米などを輸入するようになったということです。1972年の本土復帰までそんな外国産のジャポニカ米の時代が続いたということです。いや、これを読んで私はなんかすごいお米が無性に食べたくなって今日の朝もねおにぎり食べたんですけど、本当にね、今食べ、お米をこう、普通に食べられるのがありがたさがね、こういうのを読むと感じますね。はい。そして、トカちゃんはね、有名ですよね。チャンピオンになったのが1981年。そしてから、この外務省沖縄大使というのがあるんですね。沖縄県には。外務省の沖縄事務所というのがあるそうで、
この沖縄事務所に諸外国の大使館にいる大使みたいな感じで特命全権大使として沖縄大使がいるってことなんですよね。なんでこれはどういうことなのかなとちょっと見ましたら、沖縄の駐留軍米軍に関わる事項などについての沖縄県民の意見要望を聞いて日本政府に伝えるとともに米軍との連絡調整をすることが職責という目的で作られたポストだということです。当時の沖縄県知事は太田氏だったんですけども、太田氏の本によりますと、それまでは米軍やアメリカに対して言いたいことは直接どんなことでも言えたのですが、外務省からこの沖縄大使が派遣されてからはそれがやりにくくなったと。沖縄県民の意見要望を聞いて日本政府に伝えるっていうよりも米軍との連絡調整の方が重点になっていて、もっと言うと米軍の駐留を円滑にするために設けられたポストだというふうに太田さんの方には書かれています。ちょっとこのね、一人の意見だけ言うのはちょっと語弊がありますけども、はい、考えさせられる記事でした。さて、以上今日は何の日のコーナーでした。あ、今日の誕生花はハンノキ、花言葉は荘厳、それから感菊、花言葉はけなげな姿でした。はい、今日は何の日でした。それではここで、一曲おかけしましょう。今日のメッセージテーマは、今年のうちにこれ一つだけはやっておきたいぞということがありましたら、ここに送って宣言していただきたいと思います。時刻は8時41分を回っています。沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから私田辺由紀がお送りしております。さて、今日のテーマは今年これだけはやっておきたいということです。まず自分はどうなのか考えてみたんですけど、まず頭の整理をしたいもうね、ちょっといろんなことを始めたりとかしてね、混乱しているので、
何は何で何あれはあれでみたいな、はっきり整理したいですね。そういう整理する時間もないんですよね。それからですね、それからっていうのがね、ちょっとまた欲張りな話なんですけどね、こう抱えている仕事を、まあ、これちょっと区切り絶対終わらしたいっていうのもありますね。終わるのか、16日か。実質ね、でも冬休みがあるんで、お仕事できる日というと、まあ、13日、もっと短いかな、もうミキサーの前がすごい光景、これで集中して喋るのはなかなかね大変な、ちょっと今ハプニングが対応しながら普通に喋っているわけなんですけども、ね、今日はちょっとパソコンの調子が悪いので、ね、CD から音楽を流しているので、今日はちょっとリクエストは募集、応募できないんですけどね、こっちで選曲してかけていきたいと思います。そう、そして今年のうちにやりたいことね、さあ、ツイキャス来てますかね？来てますね。ちょっと待ってくださいね。どこからかな。ごめんなさい。イミッチャさん、もうめぐみちゃんのカラオケタイムでお届けしましょう。あれめぐみちゃんは20代と覚えないほど歌を知ってるから、あらゆるリクエスト対応できます。あ、なるほどね。あ、曲が流れないから、めぐの生歌でやるってこと？いいんですか、そんなので。で、何の歌歌ってるでしょうみたいなね、当てるクイズとかね。ねえ。なんか結構ね、私用意してきたんですよ、今日。こんな曲かけたら朝にいいんじゃないかなって。それが全部かけれないというね。まあまあ、でもなんとか、マイクは入ってますのでお届けしてますよ。はい。では、ちょっと皆さん、今年、これだけは、ということね。ぜひ、お待ちしてますよ。あ、ありがとうございます。さあ、イミッチャさんからメール。今日のテーマ、年内にこれだけはやっておきたいこと。私がやっておきたいことは、先週の水曜日に、嫁さんと二人で大掃除をしたんですが、掃除をする場所を、あみだくじで選び、それぞれ掃除をしたんだけど、嫁さんが掃除をしたはずのところは、掃除をする前より、散らかしたので、そこを掃除することかな。消さないで画面。結局、一人でやった方が早く片付いたはず。しかし、整理整頓が苦手なのにも程があるよ、まったく。ってことで来てました。なんか、すいませんって感じ。私が代わりに謝ります。ごめんなさい。いや、そんなね、ちゃんと片付けるつもりでやったと思いますよ、奥さんはね、多分。これ苦手なもんはしょうがないんですよ。なんかこのね、こう、ブワーって散らけて、で、この、その日のうちに、それ収集つけるっていう、そこまでこのね、逆算してどこまで散らけるかみたいなのも、ちょっと考えないといけないですよね。うわーってもう、出してで。あ、でもわかるな、なんか毎年、大晦日そんな感じで、あー嫌な感じを思い出した。これちょっとね、段取りをもうちょっと今年はよくね、やりたいなと、今思い出しましたね。だから収集つけることも、その収集つける分の時間も逆算しといて、確保しといて、ここまでだったら広げようみたいなね。はいはい。こんなやり方今年はしようかな。はい。ありがとうございます。大掃除早いですね。皆さんそんなもんなんですかね。もう私はギリギリにしかやらないですけどね。でも早くやるのもいいですね。なんか あんまり焦らないんでね。まだ、今年はまだあと何日あるとかいう状況だとね、いいですね。はい。メッセージありがとうございます。それではここで FM 小座よりリスナープレゼントのお知らせです。ミスインターナショナル、ミスユニバースなどでトップクラスに輝いた女性たちのパーソナルトレーナー、スティーブン・ヘインズのワークショップが、ビューティー・オブ・オーラが沖縄で開催されます。12月18日金曜日。あら、今週ですね。午前11時開場、12時開演。場所は那覇市のゴールデンローズクラブ。ランチ付きのワークショップでお一人様参加費12000円です。
詳しくはホームページをご覧ください。そしてそこで FM 小座をお聞きの皆さんへ、このワークショップのペア券を一組様にご用意しました。美への関心が高い皆様、ぜひご応募ください。あのね、これね、あの本当は告知したくなかった私が欲しい前回ね、ちょっとこのあのなんだろう、これのちょっとプレイイベントみたいなのにあの参加させてもらったんですけど、すごいですよ。スティーブン・ヘインズさんのあのまず入ってこられて、このウォーキングモデルさんのね、あのトレーナーなのでされてるので、ウォーキングがすごいんですよ。あの男性なんですけどね、黒人男性のスラッとした方なんですけど、あのヒール履いてウォーキングで登場されて、もう私そのウォーキングを見ただけで飽きた価値あったなと思って、すごいですよ。あのただ歩くだけで、あのこんなに人は感動させられるんだっていう歩き方するんですよ。あれはすごかったな。今年もあるんですね。今週18日金曜日お昼12時から開演、那覇のゴールデンローズクラブというところであるそうですね。え、これぜひね、この時間空いてる方は行かれてみてください。でね、ちょっとお値段がとか戸惑うような人は、このぜひプレゼント応募してみてください。メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。なお当選者は FM コザまでチケットを取りに来ていただける方で、お願いします。当選者は明日発表いたします。ぜひ FM コザに、応募してください。このね、食事もね、なんかすごい絶賛してましたよ。私はちょっと行ったことないんですけどね、もう絶対素敵な会になると思います。スティーブン・ヘインズのビューティー・オブ・オーラというワークショップ、ぜひ行ってみてください。 FM 小座よりリスナープレゼントのお知らせでした。さて、ここで一曲挟みます。
FM Closer。 時刻は8時53分になるところです。それではここで、また FM 講座リスナープレゼントをお知らせします。沖縄子供の国クリスマスファンタジー2015のお知らせです。今年もこの時期がやってまいりました。20周年を迎えるクリスマスファンタジー2015は沖縄最大級のクリスマスイベントです。ステージプログラムではエイサーをはじめストリートダンス、世界のダンス、ビンゴ大会と盛りだくさんです。プログラム最後のスーパーオーロラアトラクションは大人から子供まで楽しめます。開催期間は12月23日から28日午後4時から9時半 FM 小座ではこのクリスマスファンタジーの親子ペアチケット5組様をご招待いたします。ご希望の方はメールでお送りください。件名にクリスマスファンタジー、本文にはお名前、ご連絡先を必ずご明記ください。なお、チケットは FM 小座に取りに来ていただける方とさせていただきます。メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。締め切りは12月18日金曜日です。当選者は来週の月曜日、マイオアシス、アジラジ内にて発表いたします。たくさんのご応募お待ちしております。沖縄子供の国クリスマスファンタジー2015のリスナープレゼントのお知らせでした。さて、今日のテーマは今年のうちにやってこれだけはやっておきたいことで募集しております。さて、パソコン復活しました。皆さんありがとうございます。もう朝からびっくりしましたね。もう私の周りはね、バタバタして、なんとか今落ち着きましたので、はい、メール読んでいきたいと思います。小座の助からややらわるりるまは。そのまま読んでみましたけど。ゆきさん、皆さんおはようございます。小座の助です。早速今日のテーマ、あ、おはようございます。小座の助さん、この時間に珍しいんじゃないですか。ありがとうございます。今年のうちにやっておきたいこと、今月末に友達の誕生日があるので、その時にサプライズをやりたいなと思っていますよ。これは今年のうちにやることができるので、今から計画を立てて実行に移したいなと思います。ではでは、今日も一日頑張りましょう。ありがとうございます。友達の誕生日にサプライズっていいですね。友達愛されてますね。どんなサプライズするんですかね。あ、なんか面白い感じですかね。何人かでやるんですかね。そしてね、わー、なんかどんなのあったかまた教えてください。驚く顔が見たいですよね。喜びそうですよね。ありがとうございます。さて、次。サーワーさん。スティーブン・ヘインズ行きたい。美の追求なんて久しぶりですが、友人と参加したいと思います。お、はい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 。これは、プレゼントに応募してるってことですかね。あ、そうかな。あ、じゃあ、書いときますね。控えときます。あ、OK？ あ、はいはい。ね、もう私も行きたいけど、仕事の時間なんで、これ、もしね、空いてる人だったら、もうぜひ行ってくださいよ。ちょっとね、本当にね、美意識変わりますから。うん。歩き方も絶対変わると思う。はい、ありがとうございます。そして、天然ボケさん。マイオアイス、宛てに来ております。ゆきさん、FM 小座ラジオのスタッフ、おはようござる、おはようござる。なんかゆきさんの担当、木曜日のマイオアイス来る。なぜか木曜日によく来るってことですかね。ザキヤマさんの真似で、木曜日といえば、マイオアイスにゆきさんが来るって、ゆきさん、サワンも真似してやってみて、あ、なんかあるんだ。あ、ごめん、わからんかった。
真似したいけどちょっと元がわからん、ごめんなさい。っていうか一人でミキサー触ってから呼んでるから2回すると忘れなんだ目忘れていたさ、すまんすまん。何かな。はい、さて今日のテーマ、今日今年やってみやっときたいこと、ボーリングをライバルに勝ちたいことかな。たまにするんですが、110点しか取れないですが、前は200点が当たり前だったんですが、今年は絶対200点出したいです。ふんこのいいですね。へえ、毎日行ってる感じですか。へえ、楽しんでるんですね。ボーリングハマると面白そうですよね。去年のね、FM 小座ボーリング大会やったんですけどね、面白かったんですよね。小座ボーリングセンターでね。ぜひ頑張ってください。今日は朝寝坊して、わりわり。明日は上条美希さんの担当だ。嬉しいな。ありがとうございました。それでは9時台もお楽しみに。時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。まずはじめに平成28年沖縄市成人式式典のご案内です。日時は平成28年1月10日日曜日午後2時から。場所は沖縄市民会館大ホール。対象は平成7年4月2日から平成8年3月31日生まれの方。沖縄市内在住の対象者へ案内はがきを郵送しています。沖縄市出身で、現在市外にお住まいの方も式典にご参加いただけます。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先、障害学習課、内線2742。次に平成28年沖縄市消防出初め式のお知らせです。日時は平成28年1月6日水曜日午後2時から4時。場所は沖縄市消防本部。お問い合わせ先、沖縄市消防本部総務課、電話 929-1192。次に、ヘルシー沖縄シティ21推進大会及び健康づくり講演会のお知らせです。第1部は、講演、体は若返る、
意外と知らない運動の効果。第2部は健康づくり事業報告。3センチ3キロ減らそうチャレンジ活動表彰式。日時は12月18日金曜日午後7時から9時。場所は沖縄市民会館中ホール。参加料は無料です。託児も無料で行っています。お申し込みお問い合わせは市民健康課健康推進係内線2241。次に平成28年沖縄市新年祝賀会のお知らせです。開催日は平成28年1月8日金曜日。開演は午後6時半。場所は沖縄市体育館。会費は2000円です。チケットは販売中です。名刺冊子への掲載をご希望の方は、明日17日までに秘書広報課にてチケットをご購入ください。なお、名刺をご持参ください。本祝賀会では平成27年春秋の叙勲並びに褒章受章者をご紹介し、その功績を称えます。お問い合わせチケット販売は、秘書広報課内沖縄市新年祝賀会実行委員会事務局、電話939-1212、次に沖縄市ウォーキングフェスのお知らせです。ご家族や仲間と南国ムードあふれる場所でウォーキングを楽しみませんか。日時は平成28年1月17日日曜日午後9時スタート。受付は午前9時スタート。受付は午前8時より。場所は東南植物楽園。定員は500人。参加料は無料で、東南植物楽園の入場も無料です。申し込み期間は12月25日金曜日までです。お申し込みは申し込み用紙を持参またはファックス、メールにてお申し込みください。申し込み用紙は市民健康課保健相談センター市内37自治会にて配布しています。また沖縄市のホームページよりもダウンロードできます。お申し込みお問い合わせは市民健康課健康推進係電話内線2241または2262。次に第16回きらめきフェスタ佐々木恒夫講演会、私は仕事も家族も諦めないのお知らせです。病気の妻と障害のある長男を守るため、毎日定時に退社しながら一流企業のトップに上り詰めた佐々木氏のワークライフバランスとは。講師は株式会社佐々木恒夫マネージメントリサーチ代表取締役佐々木恒夫氏。日時は平成28年1月22日金曜日午後7時。場所は沖縄市民小劇場アシビナー。対象は沖縄市内在住在勤の方。参加は無料です。申し込みは現在、開始中で平成28年1月14日木曜日までです。お申し込みは電話かファックス電子メールでお願いします。申し込みお問い合わせ先、沖縄市男女共同参画センター電話 937-0170、 ファックスは
937-0175。午前8時半から午後5時15分まで受け付けております。次に、沖縄市民ふれあい農園利用者募集のご案内です。野菜などの栽培を通し、農業に対する認識を深めてもらうため、沖縄市民ふれあい農園の利用者を募集します。利用期間は平成28年4月1日から、平成30年3月31日までです。場所は東南植物楽園より引田へ約400メートル、倉敷ダム手前約200メートルの沖縄市池原です。申し込み期間は平成28年1月12日から26日。申し込み方法は住民票、証本を添付し、申し込み書を提出してください。申し込み書は沖縄市農民研修センター及び農林水産課にて配布しています。配布は平成28年1月5日より開始です。申し込みお問い合わせ先、沖縄市農民研修センター、電話 938-9121。以上、ハイサイ沖縄シティ。このコーナーは沖縄市の提供でお送りしました。それではここで一曲お届けします。Z クラリティ。
さて、9時台お届けしております。9時台になってやっと落ち着いてきた感じです。8時台はね、ちょっとパソコンのエラーで、パソコンとの接続エラーですね。ミキサーのマイクなんかは大丈夫だったんですけど、曲が出せなくて、あれです、生放送しながら喋りながら配線を変えていたという YMO みたいですねイエローマジックオーケストラみたいなすごかったんですけど、やっとね落ち着いてマイオアシス放送しております。今日のテーマは今年中にこれだけはやっておきたいことで募集しております。メッセージお待ちしておりますよ。それでは続いてお天気のコーナーです。時刻は9時17分を回っています。この時間は沖縄地方のお天気、道路交通情報をお伝えします。まずはお天気から。12月16日びっくりしますね、なんで9月、いや9時なんですちょっと見間違えました12月16日です。はい。今日の沖縄本島中南部は曇り時々雨、北の風やや強く、後強く曇り、昼過ぎから時々雨、波は3メートル、後4メートル。今日の雨の降る確率は午前中 40%、午後から夜にかけては 50% の予想です。今日の日中の最高気温は那覇で19度になるでしょう。沖縄地方沿岸の海域では波が高く、今日はしける見込みです。陸上海上とも強風や高波に注意してください。沖縄地方は気圧の谷の影響で曇っており、ところどころで弱い雨が降っています。以上お天気情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道、現在那覇インターチェンジ付近に故障車が止まっています。那覇インターチェンジ付近に故障車が止まっています。前方に注意して通行してください。続いて一般道、現在戸口交差点から石田交差点の間渋滞しています。そして漬け欄交差点付近、那覇向きが渋滞しています。そして国道58号線、浦添市ぐすくま交差点付近渋滞しています。そして現在工事が行われているところが結構ありますので、そのためにね、渋滞もしている箇所もありますので、今日も早めにのお出かけを心がけてください。そして安全運転で一日お過ごしください。以上、お天気と道路交通情報をお伝えしました。それでは、この後はゲストがいらっしゃいます。そして、9時40分からはかまどおばあの登場です。お楽しみください。それではここで一曲お届けします。星野源、日常。
はい、マイシスお送りしております。ここでゲストが登場です。では自己紹介お願いします。Bonjour tout le monde. Je suis Maki, artiste peintre, enchantée. Je suis là aujourd'hui pour présenter Okinawa Art Fair ce matin. Oh, 綺麗なフランス語ですね。っていうか、多分これ聞いたらフランスの人が来たと皆さん思ったんじゃないですか。そうです。ね、見た目が、見た目は日本人ですね。そうですけれども、はい、あの沖縄市出身のアーティストです。へえ、マキさん、沖マキさん。はい、沖マキと言います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボンジュフランスから来ていただいたんですか。そうですね、パリに住んでいますけれども、はい、今はフランス、パリ在住なんですけれども、はい、まあ去年の暮れあたりからよく沖縄に帰ってくるようになって、うん、で今あのオーサンプロジェクトって言って、オーサンはあの方言であの青いとか緑のとか鬼祭っていう意味なんですけど、うん、あのそうですね、あとあの O3 オゾン層、うん、オーサン、はい、日本語、はい、とかかけて、はい、まあ、自然とともに生きる人を創出するあのプロジェクトだとか、あのイベントを、まあ、アート作品を作っていく機会を沖縄でいろいろやっていきたいなと思ってやってます。あ、じゃあこういうプロジェクトを主催されてる方でもありアーティストでもあるということですか。そうですね、あのアーティスト活動は絵画ですか。絵画とまたそれにだけじゃなくて、まあ、空間とかインスタレーションとか、はい、あと今は畑やったりして植物を育てたりとか、うん、あの野菜育てたりとか、そういった野菜の声を聞いたりとか、でそれをあの作品化するっていうのも試みてます。で今あの12月28日まで沖縄アートフェア、沖縄アート市場、はい、っていうこの、はい、あのものを始めてて、はい、市場ということは売り買いできるんですか。そうなんです、はい、あのみんなが本当に見ていいなと思ったら持って帰って、うんうん、でそれが日常にあることによってあの常に自然だとか豊かさが隣にあるようなあの、うん、美術とか文化が近い、うんうん、あの地域を作っていけたらなと思って。やっぱ日本に比べてパリはアートがもっと盛んですよね。そうですね、身近な感じですか。そうですね、セーヌ川も身近だし、うんうん、近くに公園とか森もいっぱいあるし、うん、でそうですね、美術とかアートとか絵画も普通に家の中に飾ってあったりとか、うんうんうん、だからあの会話が自然にその周りに生まれて、うんうん、楽しい毎日が緩やかな時間っていうのが流れるので、そういう沖縄の良さとかフランスの良さとかいうのをクロスさせて作っていけたらいいなと思ってます。フランスには何年ぐらいいらっしゃるんですか。いや長いですけど、はい、10年15年以上いますけど。そうなんですね。でも沖縄に帰ってきたいですね、うんうんうん、じゃあ行き来しながら活動できたらいいなみたいな。で、ね、はい、でもできたら地につけてあ、こっちに沖縄にいたいですね。このアート市、今開催中なんですよね。はい、そうです。木曜日から日曜日の、1時から5時までやってます。はい、場所は沖縄市千葉のギャラリー赤城の森ですか。はい、そうです、はい、こちらのギャラリーで開催中と。はい、うん、今15人くらいあのアーティスト作家さんがいて、はい、アーティストというかもう本当に沖縄古山面白い人たちがいっぱいいて、はい、まあものすごいキャラクターっていうか、はい、いっぱいいるので、そういった人たちがあの本当にあの作品をあの展示したり見せたりできる機会がもっとあったらいいなと思ったので、はいはい、そういう市場があったら直接アーティストがあのパッケージがないもう新鮮な作品とかがいっぱいあるので、うん、そういったものを見ていただけたらいいなと思います。じゃあ
こう絵画とか他に何がありますかね、うん、他にはあ面白いのは安藤国俊さんっていう方がいて、はい、お面を作っている作家さんがいるんですけど、はい、木工なんですけど、まあまあ、お面も素晴らしいんですけれども、はい、それだけじゃなくって彼は目の見えない方とか障害のある方の非常時の警報器とかを作ったりして、はい、それを提供したり、はい、無料で提供したりとかいうものも作っていて、その何て言うんですか、生き方そのものが面白いし、うん、でまた作品って言っても聞いてきじゃなくて、そういったものも面白いものも作っているので、うん、そういった面白いものもいっぱいあります。へえ、うん、なんか行ったらいらっしゃいますか？なんかお話もしてみたいですね。そうですね、ぜひ作家さんも紹介したいと思うんですけれども、うんうん、まあお電話いただけたら何かしらそういったこともできると思うんですけども、はいはい、私の方は絶対いるようにします、うん、こういうギャラリーはね、作家の方とお話しするのが楽しかったりしますよね。そうですね、うん、へえ、じゃあそういうなんかもしいいものがあったら買えるかもしれないし、そうですね、うん、ぜひ持って帰っていける、そういったもの場所ですでね、いろんな新鮮な感覚に出会えるかもしれないし、そうですね、もうユンタクがすごいですね。アーティストが来た時とか、アーティストとか工芸家の方とか、まあ歌手の方とかもいらっしゃったりして、それでなんかのすごい不思議な、アイディアだとか、はいはい、いろんなことが生まれて面白いことになってます。こういうねギャラリー私はよく行くんですけどね、もし行ったことがない方がいらっしゃったら、うん、こうねアーティストが15人集まってるってことは、それだけねいろんな話も飛び交ってるだろうから、そこへこうね自然に入っていけるので、そうなんです、タイミングが良ければすごいことになってますね。あとなんか面白いなんか企画が生まれたりとかね、そうなんですよ、あると思うので、本当にそういったことがポンポン生まれたら沖縄もなんかルネッサンス状態、はいはい、パリはそういうところですよね、うんうん、でももうこれからはそういった都市集中型じゃなくて地方でも面白い人とかが育ったり、うん、面白いものが育っていったらいいんじゃないかなと思います、うんうん、ぜひいらしてください。行きたくなりました。会期はね28日までなので、休み定休日はあるんですかね。そうですね、月火水が休みなんですけれども、連絡をいただけましたら開けれるように、はい、しますので、はいはい、よろしくお願いします。じゃあギャラリー赤城の森の連絡先を言いましょうか。そうですね、電話番号、はい、080-4284-1272 080-4284-1272。 あとフェイスブックとかね、はい、そしてフェイスブックのページも「オーサンプロジェクト」で探してもらうと「うね、OSAN プロジェクト」ですね、はい、はい、はい、ぜひ見てみたいと思います。よろしくお願いします。メッシーボクーエアビアント、メッシーメッシーしか分かんないメッシーボクーありがとうございました、はい、沖巻さんに来ていただきました。それではここで一曲お届けします。あなたの歌、ソナーポケット。
ゆきちゃんとかまどおばのゆんたくはんたくハワイユー。はい、たいよ。はい、たい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。かまどおばの登場です。はい、おはようございます。一週間いかがでしたか？はい、今週はですね、先週か、土曜日、12日ですか、浦添市の、はい、国立劇場がありますよね、うん、はい、その隣の結の町というのがありますけど、はいはい、そこで沖縄戦の心の傷を負ってというね、うん、精神科の有塚良二先生とおっしゃる先生の、うん、講演会聞いたりシンポジウムに、うん、行ってきました、はい、たくさんの方が見えておられましたね、うんうん、やっぱりシンポジウムの時もちょっと手を挙げてね、当時のあれを喋りたかったけど、やっぱりトラウマって怖いですね、うん、なかなか上げきれなかった、もう言えなくて、うんうん、だから白髪のおばを期待していらしたみたいで、うん、先生こっち向いたりしていらしたけど、はいはいはい、ちょっと勇気がいるね、人はいっぱいいるし、やっぱり言葉に出すということはね、はい、こうもう一回なぞるような、ね、はい、そうそうそう、ことになりますからね、 そうそう、それがもうね、やっぱり本当に傷って、精神的な傷ってね、うん、辛いですよ、うん、うん、だから本当もうソテツ食べた時代ですからね、うん、でも良かったです、勉強してね、うん、だから若い方たちもたくさん参加していらしたね、会場いっぱいしてました、うん、うんうん、それとまた日曜日は13日は息子のその養親会という友達連中がいますけども、その忘年会ですごい楽しかったです、ごちそういっぱいへえ、その時もおばあ一人、うん、なんでか知らんか、お白髪のおばあ一人でもかまどおばあの場合は全然ね浮いてないですよねどこでも行きますね、感覚が若いからね孫たち、ひ孫たちも一緒にね、うん、みんな家族 で、うん、ですから、うん、どの方もだからすごいいっぱいね参加してくださって、とても楽しかったですね。でお店も今月31日で締め切るもんですから、山里のバーをね、うん、立ち退きで、それで余計もう楽しかったですね、思い出の、うん、ツイキャス来てますよ、リスさん、かまどねーねー今日も元気いっぱいいつもありがとうございます、うん、イミッチャさん、かまどねーさんおはようございます、おはようございます、いつもありがとうございます、雨やばピシピシや、雨やばピシピシ最下やって、都の言葉でしょ、そういう風な書いてあると思いますゆきちゃん、都の言葉が読みづらいですうん、書いてある通りに発音してみました。ああ通じるかな？通じてると思いますよ。あみやばピシピシやとかなんとか書いてあると思う。そうそう、そんな感じ。でしょ？タラマ語では、あみふらばどきゅうやピシャーなーって、全然違うでしょ？なんあめ、なんて言ってんですか？あめだから。あみのどふりぶるばきゅうやピシャーなーって。それはどういう意味ですか今日は雨降ってるから寒いねって、うん、あ寒いですね、じゃあフランス語ではびっくりしたaujourd'hui il fait très froid parce qu'il pleut、うん、あこっちのマイクでもそんな感じかなもう一回でしてました、ちょっとねもう一回同じレベルですね、カマーフツとフランス語同じぐらいの似てると思います、似てますね、似てます、よかった、同じぐらい分かんないですに行きたいね、え、行きましょう、うん、来年ゆきちゃんも行きます、あ本当9月に、来年9月なるか ね、 ね、もう年祭ね、はいはい、それでは続いてこの、このコーナー行きたいと思います、パラマプツフツ、はい、ここからね、はい、パラマプツフツのコーナーです、はい、はい、今日はまあ赤花ったら普通ね、ハイビスカス、そうですね、はい、赤花って言いますけど、はい、その通りですね、うん、それじゃあ何タラマにない花多い、タラマの紅花、うん、
タラマのあれはあのソンカ、ベニバナって言ってね。ベニバナってあのベニバナ湯とかのベニバナですか？そうそうそう、あのベニバナね。へえ。たくさん咲いてるんですか？咲いてますね、はい。結構薬草は多いですよ、ノニとかね。あ、ノニ。はい。ヤトゥフシャって向こうで言うけど、ここであのモグサね、はいはい、ヤーチュウグサ、うん、それがあります。へー、はい。で、今日は紅花。あ、紅花。あ、あ、一緒ってことですね。あ、はい、方言。あ、へー、珍しいね。わかりやすかったです今日は、ね、でしょ、はい。じゃあ、その紅花、何か栽培して、栽培ですか、そのまま勝手に咲いてるんですか。やっぱり村下ですから、うん、あちこちね、うん、あのあります。え、私が見た感じノニの方が多かったようにある。薬草のノニの方が、でもすごいあのサトウキビのあのなんか沖縄一製糖工場もあんな小さい島に、ね、ありますからね、うんうんうん、沖縄製糖タラマ工場と見たのがありますから、うん、そこでもあのいっぱい海のそばにもいろいろな薬草が咲いてますよ、うんうん。ますます行ってみたい。もうだから何でも食べられるみたいな、うん。沖巻さんも興味あるんじゃないですか。なんかね、植物もやってるって、うん、あ、うん、あ、はいはいはい、うん。どういうふうにタラマの植物が喋ってるか聞いてみたいですね。ぜひぜひタラマンケバーリよ。ねえ、ねえって、いらっしゃいねえって、タラマンにもいらっしゃいね。行きます。タラマの個展が大好きなんです。タラマションガネとかも、あ、すごい素晴らしい歌で、あ、はいはい、モンパルセルメツージーとブルアラ、あ、うん、じゃあかまどおば歌ってください。おばぜひ歌ってたんで、はい、あら、あ、マイルーマシュガーフにうさぎがよすりパンタがシュー、よすごー、素敵、本物が聞けて嬉しいです。フランス語ではどんな歌を歌うの？フランス語はあまり、すごいね、うん、そうですね、ゲンズブルの歌とか、ね、歌えたら歌いたいけれど、でもあの心がスーってあの、はいはいはい、あの現れるのってやっぱタラマションガネとか、ね、沖縄の古典が好きですね。あ、はい、これはね、あのおめでたい場では歌ったらいけない歌で ね、でも正月は何を歌う？正月は正月の歌っていうのがあって、またいろいろ正月はこれ大丈夫ですよ。あ、そうですか、うん、ただ結婚式というのはね、あの、そのそれは現地妻のこのこう手引いて片と手は先瓶を持ってその旦那を見送るところですから、うんうん、そこには縁起があんまりね、うん、わかりました、気をつけます。、うん、とはせ、はい、とあの告知は大丈夫、あ、時間あります、ちょっとだけ、はい、ちょっとあります。あ、じゃあ、あの今日のことだけでもお願いします、はい。今日このあと12月16日水曜日ですね、はい、16日第3水曜ですから、名護の保健所で、北部保健所の2階で名護みの会、認知症の人を支える会ね、がありますので、1時から3時までですから、ぜひいらしてください。はい、あと19日のスマイルまでやりましょうね、はい、第3土曜日スマイル会、うつ病の人を支える家族の会が14時から沖縄市揚げ田の社会福祉センター2階でありますので、どうぞあの興味のある方だけじゃなくて、いろんなあるアドバイスも家族の方からの、うん、ものも聞こえますので、ぜひいらしてください。はい、あ、ちょっとツイキャス入れていいですか、はい、ね、中野町の和樹さんから、フランスの方じゃないのびっくりって来てます。
そして、うん、身近にあるのは羨ましいねってアートの話ですかね。そうですね、うん、出ました。それからイミッチェさん、かまどお姉さん、来年こそはゆきさんにタラマのうやきやのうだうだにしゃいを紹介フィサーチを紹介フィサーチあのタラマのね、うやきやはわかる、うん、あの青年を紹介してあげてって、うんうんうん、ゆたしくぜひじゃあ行きましょうはい、残しておこう ね来年は、うん、はい、こそは行きましょうね、はいはい、以上かまどバーと沖縄の方言とタラマフツをお勉強しました、はい、と安静チューンチャーガンジュシミソリオタイ、はい、また来週がなびらう、はい、ゆきとかまどバーのユンタクハンタクハワーユーでした。たくさんたくさん今日もマイオアシスエンディングに近づいてまいりました。いやいや今日も楽しかったです、時間までメッセージ読んでいきたいと思います、マイオアシス田辺さん本名 OK 今村さんからです。今年最も美しい田辺様おはようございますありがとうございます。毎日毎日ね、今年最も美しいっていうね、いいですね。私は本名 OK 今村です。今日もそのお美しいこれ読みにくいですね、上半身を強調した緑色の長袖 T シャツでお一人でテキパキとラジオをこなされておられますね。お慕いいたしておりますありがとうございます。私も朝から何かと忙しく、今やっとツイキャスをつけました。はいはい。ねえ、この時間忙しい時間帯なのでありがとうございます。さてテーマ、昨日私は今年やっておきたい免許の更新を済ませてきました。うんうん。ハンドルを握ると急におとなしくなる僕は有料ドライバーなので、講習は30分で済みました。ああ、ドライバーね、こう、ハンドル持つと性格変わるってやつでね、いい方に変わるんですね。ところが、ここからが一悶着。練馬の石神井警察のポリ行為枠暗証番号、うーんって来てますね。暗証番号を2種類設定してくださいと言われたと。なんか皆さんやってますからって言われましたと。なんかありますよね、最近。免許証に暗証番号設定とかありますよね、最近ね。うんうん。
で、なんか一悶着ありまして、最後に、もういいです。今回は番号設定なしでお作りします。だって、かっこ笑い。なんや、やっぱ暗証番号いらんのかーい。と来ています。朝からね、なんだか。でももう済んだんですね。早く済んでよかったですね。混みますものね。まあまあ、まあ無事できたみたいでよかったです。ありがとうございます。それから、リスナープレゼントに来てますね。沖縄市のカジューさん、スティーブン・ヘインズ・ビューティー・オブ・オーラのペアチケット欲しい。去年友達が行ってとっても良かったーんって絶賛してました。ぜひ行きたいって来てます。わかる。私も絶賛してます。ねえ、皆さん、行ってみてください。ゆきちゃん、早見愛する蒙古会さんから、マイオアシスお聞きのリスナーさん、おはゆきんこ、無茶ぶりしてもうた。テーマ、今年にやっておきたいこと。そんなんわかってるやろ？大好きな人に告白することやん。もう、早見愛する蒙古会さん、何のテーマにしてもここに行き着きますよね。面白い。何ですか？なんかスタジオがごちゃごちゃしてましたけど。次の番組の人がどかどか入ってきましたけど。はい。で、しとけばよかったことは、そんなんする場合じゃなかった俺。そんなことより、やっぱり部屋の大掃除やな。嫁掃除しないからめっちゃ散らかってるねん。以上だ。リクエスト、広瀬香美。ゲレンデが溶けるほど恋したい。ゆきちゃんよろしく、と来てます。ありがとうございます。なんかこう、さっきもそんなメールがあったのでね。奥さんが片付けられなくて散らかして、旦那さんが掃除するというパターンは世の中には多いのでしょうか。ねえ。いやー、なんか、私もそうなので、って旦那いないですけど、散らけるところがそうなので。ねえ、なんか、すいません、旦那さんね。頑張って掃除してください。みんなね、奥さん頼りにしてると思いますので。はい、ありがとうございます。それでは。ね、リクエストにお答えして、ゲレンデが溶けるほど恋したいを聞きながら今日はお別れしたいと思います。マイオアシスこの辺で、この後10時からは MC ミスタースティビーさんの GMK、11時からは MC クーバさんのお笑い芸人が登場するコザ全部でラジオ祭、12時からはヤッコベイビーマイタイム、面白い番組が続きますので、今日も一日 FM 小座で楽しんでください。今日もね、たくさんのメールリクエストありがとうございました。今日はちょっとバタバタしておりましたけども、なんとかね、できたんではないでしょうか。水曜日お相手は田辺ゆきでした。明日木曜日はゆかちが登場します。お楽しみに。それでは皆さんありがとうございました。